ナミさん、昨日ね、ヤマト君超早起きでね、深夜2時半とか3時ぐらいに起きて、それからずっと眠ってなかったんですけども、本日は夕方から疲れたとか言ってね、寝てしまって、そして今に至ります。まあ起きたり寝たりムラがあるのも、これ別に幼子だからって限ったことじゃなくて、まあ我々もそんな感じですよね。だから小さい子はいつ寝て息をいつ起きるのかわからんとかね、ついつい言っちゃいますけども、いやお前もそうだろみたいなこと言われそうです。まあ私はものすごく規則正しくもう暮らしてですね、本当にフォーマットテンプレートみたいなね日々を送ってますんで、めったにないんですけども、それでもね寝苦しい時とかね、思わず早く起きちゃう時ってあるんですよね。まあでも今の暮らしになって本当にね、深夜2時とか3時に起きる習慣になってから1日のサイクルって本当にピタッと決まっております。さあその中でね、ヤマト君と今度ね休日に楽しみたいイベントがあります。それはハウスメーカーヤマト住建さんのイベントでございます。今度なんとね、ヤマト住建さん、ここはねいつもびっくりのイベントするんですけども、なんとですね、マグロの解体ショーをやるそうなんですよ。こんな見たことも聞いたこともないですよね、ハウスメーカーさんがマグロの解体ショーをやるなんてね。それからキッチンカーがやってきます。美味しいスイーツが、これもね無料だったりするんですよね。もちろん有料だった時もあったと思うんですけど、ちょっと覚えてないですけどね。また被災したわけでもないのに炊き出しがあるみたいです。これも楽しめるかなっていうところですね。だからね、お昼ご飯を食べに行く感覚でこういうところに行くといいのかなと。で、肝心なお家の方もね見せてくれますよ、結構。で、ここはね子供はもちろん喜ぶんですけども、あんまりにもね集客がうまくいってるんで、もう大盤振る舞いですから。だから駐車場がね全然なくって、まあ場合によってはね近くからこうコインパークあたりから歩いてくるみたいなことにもなるんですよ。まあそれでも十分行く価値があるので、今度ね行ってみようかと思います。3月にはねこういうイベントがあるかなってことです。で、イベントはイベントで楽しんでもらって、そこで、ね、リスト集めをするんですよ。イベントの受付では必ずね住所と名前と家族構成書くようになるんですけども、子供を連れて行きたくなるようなイベントばかりなんでね、基本的には家族連ればかりです。まあこういうところにね独身の男性とかがあんまり行くっていうのはあんまり考えられなくって、行ったら目立ちますんでね、逆にこう居づらくなるっていうところはあるかなと思います。まあターゲットはこれはね、小さなお子さんを抱えている20代後半からね30代前半のご夫婦なのかなというところです。まあこういう時代ですから、そのハウスメーカーさんのイベントに行って家を買える人なのか買えない人なのかってことはむちゃくちゃはっきりするんですよ、ね、例えば私の住んでる地区にも大手企業ってのはあるわけですよ。主には JFE っていうね製鉄会社ですけども、ここの社員の待遇がむちゃくちゃいいんですよね。もちろん固い会社ですから、入社するのもなかなか難しいんですけどね。まあ一部にはその会社から今ねどんどん退職者が出てるっていう噂もあるんですけども、一体どうなってるのかなと思います。以前は日本交換というところがあったんですけども、日本交換が創業を辞めた時の跡地を JFE が買い取って、そのままね、なんか創業を続けてくださってるってことなんで、まあこの町の景気は支えられているということになります。今ではねかつての日本交換の取引先だった会社っていうのは今 JFE の取引先とかね、小受け孫受けになって、本当に変わらないこの町の暮らしを支えてくれますよ、まあ、その中で多分ですけども、そういった大手企業とかね、そこから派生した取引先とか関連企業の方とかが一戸建てを主に買うんだろうなと。今の一戸建てのね金額も結構高くてね、私もねハウスメーカー住宅メーカー1月2月と結構回ったんですけども、土地付きでねかなり立地がいいところに私みたいに土地を構えていて、それで延べ床面積、まあ、土地の面積大体100坪ぐらいなんですけども、ここまでねいい土地を持っていても上に乗せる家の代金ってのは4000万とか5000万なんですよ。じゃあ土地から探すとなるとほとんどの人は手が出ないですよね。で私もねローンがあったら多分話なんてさせてくれなかったと思いますけども、土地はある、一戸建てはある、残債はない、この形だから話を聞いてくれるのと、やっぱりね貯金額はいくらですかとかね、それからお住まいにかける費用はどのくらいですかってことをね聞かれるんですよ。まあ私はね2500万前後というふうにお答えして、足りない分はローンを10年ぐらいで組めますねとかね、あとは今最近のローンではね75歳まで払うローンってあるらしいんですよ。
75歳って私これから25年もローン抱えるのかなと思ったらもううんざりしますんでね、もう冗談じゃないって話になりますけども、もうローンはね金輪際いりませんから、私の場合は人生の中に、それからまだ笑ってられる身分じゃないんでね、まだまだ稼いでいかないとなってとこです。私の場合はあのナミさんもご存知のように、あの私の体を壊したらもう基本的には収入ないですからね、だからそれがね一人社長のやっぱりウィークポイントですよね。従業員がいたら社長がいなくても会社は回るんですけども、もしくは社員が一人ぐらい抜けてもね会社は回るんですけども、一人のパフォーマンスが会社のパフォーマンス 100% になっていると小回りが効くのと同時に動けなくなったら全くフローが起きませんからね、それこそポジション取りをしている暗号通貨とか FX を切り崩していくようになりますよ、自動的にお金が転がり込んでくる仕組みってのはないですからね、やっぱり常に相場をメンテナンスしてなくてはいけないのかなっていうことと、こうやって動画を撮らなければねアクセスにもつながりませんし、このハウスメーカーさんじゃないんですけども、いろんな形でアクセスを集めて、集まったアクセスに対して一定期間何がしかのセールスをかけるってことの連続ですからね、ビジネスはね。集客して商品のニーズを知って、それから商品のリリースセールスをするって、この繰り返しでこの10年やってきてるような気がします。まあ私の場合はセールスが極端に少ないんですけども、それでも、やっぱりネットビジネスを始めての最初のね5年とか6年っていうのはセールスの塊でしたからね、毎週セミナー、毎日自宅セミナー、こんな感じでしたから、はい、懐かしく振り返っておる毎日でございます。そろそろね子供人生も考えないといけないかなと、小学校どこにしようかなっていうところに、まあ多分私の場合はね進学をしてどっか大学行かせる就職先を探すって道じゃなくて、多分私のスタートラインが自分でどんなビジネスを起こすのか、もしくはどんな投資家になるのかっていうことなんでね、何もなかったらもうしょうがないからどっかの会社に雇ってもらえって話かなというスタンスでございます、はい、それがどういうふうな人生を子供に見せていくのかお楽しみでございます。責任重大です。それじゃあ、いってらっしゃい。